はい、クラフトネットワークの14回目の授業になります。こんにちは。では始めていきます。よろしいでしょうか。ですね、この14回目が最後の授業になりまして、またですね、授業日はもう1回あるんですけども、その日はやらないということになります。だから、この金曜日はですね、授業日が16回あるんですけども、まあ、15回分でおしまいということになります。はい。それでですね、その最後は平面グラフのモデル化の話をしていたんですけども、では、コメントの方に行ってきます。ちょっと今、ここが13回目のままになってて、これ14に後で直しますけども、すいません。で、3つぐらい今日、ここで紹介したいものがありまして、まず、まあ、1つ目これですね。円は3点以上で交わらないというところで、あ、聞こえてますか？大丈夫ですか？すいません。ちょっと、ちゃんと、分かってないんですけど、あ、大丈夫ですね。ありがとうございます。聞こえてるみたいなので、そのまま進めていきまして、円は3点以上で交わらないというところで使いました。高校生レベルでしょうかと、配理法を使った仕様を読んで解決しました。まあ、多分これ、いろんな考え方はあると思うんですけども、まあ、オンデマンド授業の中でもちょっとごまかしてしまったというところもあったので、今からちょっと補足したいと思います。はい。どこだったかというと、後ろの方ですね。ちょっと待って。このディロネグラフを考えるところですね。ここでこの図があって、まあ、この図で 説明してるのかわかんないんですけども、円は交わっても、まあ、ただ2回までしか交わらないということなんですけど、これなんでかということですね。で、まあ、今言ったみたいにいろんな考え方あると思うんですけども、ちょっと、何でしょうね。概数的にというか、やってみたいと思います。でしょうか。で、ですね、まず、なんですけども、円と、直線が交わる。とすると、その交点が、たかだか2つ。なるっていうのは、これはわかりますか？これは正しそうですか？まあ、円があって、直線があったら、まあ、交わらないか、まあ、交わっていると、二つの点で交わっているか、まあ、接している場合もあって、まあ、接しているんだったら、この時はまあ交わってていいかと思いましょう、ということですね。うん。で、じゃあ、これを、まあ、証明しようかなと思った時に、まあ、どうやって証明するんだろうっていうのが、なかなかちょっと、何をもって証明と思うのかもちょっと難しいかもしれないけども、じゃあ例えば、円の方の、方程式を考えましょう。まあ、円は、例えばこの中心が、どうしようかな。中心の座標が、困ったな。ちゃんと考えてなかった。じゃあ直線の方がですね。じゃあ直線は、例えば AX プラス BY プラス C イコール0とか、なんかこういう形の方程式で表されるとしましょう。だから今その XY 座標系に出てくるものですね。で、円の方は、例えば中心の座標をなんか置かないといけない。A、B、C、D、E にしようかな。じゃあ DE、中心の座標が DE で半径は、でも半径をちょっと F とか書くってなるかな。まあでも F にしよう。半径 F。っていうふうにすると、この、円の方程式は、X マイナス D の2乗プラス Y マイナス E の2乗イコール F の2乗かな。こういうふうに書ける。これはいいですか？あ、これは F から、中心 DE からの距離が F であるような点 XY 全体を集めてきた。あ、それでその点 XY が満たすべき方程式ということですね。で、そうすると、この交点ですね。二つの、この円と直線の交点っていうのは、この二つの方程式をどちらも満たす XY になるわけです。いいですか？だから、円と直線のどうしようどうしよう。XY が円と直線の交点ならば、この AX プラス BY プラス C イコール0と、X マイナス D 二乗プラス Y マイナス E の二乗イコール F の二乗を満たすわけです。いいですね。で、今、ここで、こう、二つ式があるわけですけども、まあ、これは、お、今、じゃあ、この、X と Y に関する連立方程式と見ましょう。
と思うわけです。ちなみにですね、この AX プラス BY プラス C イコール0っていうのはちゃんと曲線を表すためには、A が0でないか、または B が0でない。で、まあ、条件が必要です。まあ、そうじゃないと困りますね。はい。ってことなので、じゃあ、例えば、じゃあ今これ解こうと思うんですけども、じゃあ、例えば、どうしようかな。B が0じゃないとしましょう。まあ、A が0じゃない場合も同じように考えるんですけども、B が0じゃない場合考えると、この上の式、ちょっとじゃあこれ今1番として、その式を2番としますけども、1番を変形すると、まあ、同時変形すると、これは、Y イコールになりますね。Y イコール、困ったな。こういう計算が私に苦手なんですけども、マイナス B 分の AX、マイナス B 分の C かな。こうなりますね。でそうすると、この y をこれ2に代入する、これ。まあ、ちょっとこうやって書くと、x-d の2乗プラス、マイナス b、b 分のですね、b 分のだったんですけども、b 分の x-b 分の c-e の2乗イコール4乗。こんな感じなんですね。でこれは x に関する2乗方程式なんです。はい。で、そうすると皆さんは、この X に関する二次方程式は、実数解の高さが2つしか持たないってことを知ってるわけですね。これは、実数解を、黄色に見えないかな。実数解の数は、高さが2つなわけです。ですね。で、この実数解、の数が、まあ、そのままこの交点に対応すると。交点の数に対応するということに、まあ、なるんですけども、まあ、あとはちゃんと、本当にそうなのかということを確かめる必要がありますけど、まあ、こういう雰囲気なんですね。で、これはいいでしょうか。で、ここから、この交点の数が、まあ、2以下だってことは、円と直線に関しては分かるということになります。まあ、こんなことをね、やらなくても分かるかもしれませんけども、一応ちょっと式でやるとこうなるということになるわけです。いいでしょうか。ですか。で、今は円と直線をやったんですけども、じゃあ円と円の時にも同じことをやるわけです。じゃあそれをやりましょうと。ですね。はい。じゃあ、円と円、円と円が、円と円が交わるならば、その交点の数はやっぱり多くてもいいわけです。でそれは先ほどと同じように、じゃあ方程式を立てて、連立方程式がまあ分かるわけですね。だから、じゃあ一つ目の円、これ、二つ目の円、これという感じで、で、この二つの円を考えてみて、それやりましょう。で、そうすると、まあ方程式作るわけですけども、じゃ例えば、はじめの円の中心が A、B で、半径が C だとしましょう。で、もう一個の方の円は、中心が D、E で、半径は F だとしましょうと。で、そうすると、連立方程式どんな感じになるかっていうと、x-a の2乗プラス、y-b の2乗イコール c の2乗っていう方程式がこの、まあ、左側の円の方程式ですね。で、右側の円の方程式は x-b の2乗プラス y-a の2乗イコール f の2乗。こうなるわけですね。で、これで連立させて解くわけです。で、だから、連立させて解くっていう前に、まず、xy がこの2円の交点ならば、xy は、1、2を満たすわけです。ですね。だから、まあ、これ、解くわけですけども、じゃあ、そうしたら、じゃあ、ちょっと1の方を変形しますね。1の方を変形したら、変形するのを展開しようと思うんですけども、そうすると、これは、x2 乗マイナス、もう、ちょっと嫌になるけど、やりますね。ちょっと、a2 乗プラス、y2 乗マイナス 2by プラス、b2 乗、マイナス C の2乗イコール0。この感じですね。で、2の方もちょっと同じように展開します。X の2乗マイナス 2DX プラス D の2乗プラス Y の2乗マイナス 2EY プラス D の2乗マイナス4乗。こんな感じですね。これいいですか？ちょっと、パパパパパってやってるんで、早く思えるかもしれませんけども、これ展開しただけですね。いいでしょうか。で、じゃあこれ、上から下ちょっと引きましょう。
で、そうすると、X の横が消えるんですね。O、Y の横が消えると。なんていうことでしょう。で、そうすると、残ったのは、マイナス 2A プラス DX プラス N 二乗マイナス D なんでしょう。マイナス 2B マイナス E、ここマイナスですね。すいません。ここマイナスですね。y プラス b 二乗マイナス c 二乗マイナス e 二乗プラス f 二乗イコール0。こんな感じですね。そうするとこれは、何かというと、これは x, y に関する一次式ですね。ということはこれは何かっていうと、これは、直線の方程式なんです。今じゃあこれ3番にしましょう。ですかね。つまり、1、2を満たす場合は、ごめんなさい、ちゃんと。X と Y が1、2を満たす場合は、この3っていう式を満たします。いいですか？ XY がこの 2N の交点ならば、XY は3も満たします。で、つまり何を言ってるかっていうと、XY が1も2も3も満たすわけです。はい、丸1、丸2、丸3ですね。丸1、丸2、丸3って満たすわけです。で、丸1は円を表していて、丸2は直線を表すわけです。で、一つ前のページで、直線と円を見たときには交わる数たかたか2しかないっていうふうに言ってたわけですね。ということは、何かっていうと、この1と3、1が表す円と2が表す直線の交点っていうのも多くて2つしかないわけです。なので、円と円が交わるときには、交点の数は多くても2つしかありません。ということになります。いいですか？ですかね。で、実際この値、この直線の方程式って言ってるのは、実際この交点を通る方程式なんですね。これですね、この交点を通る直線の方程式ですね。になるわけですけども、だからその円と円の交わりの問題というのは、その円と直線の交わりの問題にまあ希釈されるというか、まあ、こんな感じになっていって、まあ、どちらも交点の数は多くても2になるということになるわけです。はい。これでよろしいでしょうか。だから円と円の交点の数は多くても2ということになります。それで、ちょっと今、その気にしなくちゃいけないかもしれないのは、ここですね、ここでこの今、こう、引き算を行ってるんですけども、この引き算を行ったときにちょうど、この x の2乗とか y の2乗、これ消えてくれたわけですね。で、まあ、これ消えてくれたからよかったわけです。で、消えてくれたから、ここがその直線の、を表す方程式になってくれたわけですね。だからこれが消えないと、ここがその直線の方程式にならないので、今のような議論ができなくなります。できなくなります。はい。で、まあ、それができ、だからなんだろうな。まあ、そういうことなので、それ気をつけてくださいということになります。はい。じゃあ、これが、初めのところになります。はい。そして、円三点五で、次のところですね。これは、これですね。グラフの平面に限らず、描画に造形のような概念はありますか？描画自体は点の数を少し変えれば無限に存在しますが、角度や線の長さなどを適当に変えることで同じ点のすることものはそこまで存在しないものも多いように言えます。で、今からこれやっていくんですけども、まず答えを先に言うと、これありますです。造形のような概念があります。で、これはですね、組み合わせ埋蔵とか回転形と呼ばれるものなんですけども、それが何なのかってことを今から説明していきます。はい。で、何なのかというとですね、まあ、例でやっていくんですけども、これですね。今ですね、まあ、これ今、これ平面グラフです。まあ、これ描かれてるのに、平面グラフですね。平面グラフ。平面グラフです。で、平面グラフがあったら、何を考えるかというと、この各頂点を見るんですね。例えば、これ4点を見ます。4点頂点を見ます。で、4点頂点を見たら、そこからですね、まあ、時計回りに、まあ、どこからスタートしてもいいですけど、時計回りにぐるっと一周回る。ってことをします。で、それでですね、その一周回るとですね、あ、今こちらここからスタートするとして、
一周回ると、そのなんか辺を順番にこう見ていくことになるわけです。一周回ると。はい。で、その辺の接続先ですね。辺の端点、もう一本の端点っていうのを順番に並べます。あ、例えば今、4という頂点に対して、その時計回りに順番に辺を見ていて、そのもう片方の端点に初めに3が現れて、で、次に5が現れて、次に8が現れて、次に2が現れる。で、こういう順番に4の周りで他の頂点がもう一方の端点として現れるってことが、この描画を見ると分かります。平面描画を見ると分かります。で、こういうのをですね、全ての頂点に対してやるんですね。例えば、今、4に対してやりましたけど、じゃあ1に対してやると、だからそれを今順番に1、2、3、4、5、6、7、8、これ全部書くんですけども、じゃあ書き換えてみると、1に対しては、まあ、どこからスタートしてもいいんですけども、じゃあここからいくらスタートするとして、ぐっと回ると2、3というふうに順番に現れる。いいですか？で、これじゃあ2に対してみると、こんなふうにぐるっと回ると、1、4、6と現れる。1、4、6。で、3の周りで、ここら辺からスタートすると、これ7、4、1と現れる。7、4、1と。ほうですね。じゃあ4のやったら5ですね。じゃあ、ここら辺からぐっと回ると、5は7、8、4と現れる。7、8、4。はい。で、6の周りはぐるっと回ると、例えば2、8と現れる。2、8と現れる。で、7の周りはぐるっと回ると、これ今、私、これ時計回りって言いましたっけ？これ今、半時計回りになってますね。すいません。待ってくださいね。4を作るときは、3、5、8、2、これ半時計回りですね。これ半時計回りなんですけど、ね、全部これ半時計回り。例えば、じゃあ、今半時計回りに、合わせます。これ、時計回りでも半時計回りでもいいんですけども、どちらかに合わせるのが重要です。すいません。で、今、初め半時計回りでやってしまったので、半時計回りで実際にやります。普通は時計回りなんですけどね、そう、なんで半時計回りでやってしまったかというのは、ちょっと反省しますけども、じゃあ今半時計回りでやってしまったので、半時計回りでやると、7の周りは853と。あ、853ですね。53。で、8の周りは半時計回りで、ここからやると、6、4、5なんですね。はい。で、このようにすると、その各頂点の周りに循環リストができます。だから一個一個これ循環リストなんですね。つまりその、スタートポイント、スタート点はあんまり気にしない。だから、6、4、5なんて書いてあるけど、本当はなんかその6、4、5、7、6、4、5、7、6、4、5、7っていうふうに、まあ、ずっと続いてると思うわけです。だから、それはそのままぐる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 回っているイメージだと思ってもらっていいんですけども、このように作ったこの循環リストの組というか、この集合というか、こう全体ですね。これを、この平面、グラフの、まあ、回転形にしようかな。回転形と言います。まあ、回転形っていう日本語が一般的かどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、ローテーションシステムっていうふうによく英語では言ったりします。ローテーションシステム。と言ったりします。で、その造形のような概念っていうのは何かというと、この回転形を持つ平面グラフが全部同じだとみなしましょうっていう考え方です。何かというと、これは、例えばですね、この4っていう頂点をしますね。これを消しますね。この4っていう頂点をですね、少しずらして、4枚目を。じゃあ1っていう頂点を少しずらして、ここら辺に入って、別の描画を得たとしても、どこも意識しない。しても、この回転形変わんないんです。いいですか？で、これは別にこの直線で書かなくても、この、なんか曲線で書いたとしても、これ変わらない。んですね。回転形は。だからそういうことを、まあ、考慮すると、その、なんだろう、この描き方はあんまり気にしないで、その、なんだろうな、この点と、点と、頂点と辺の、その相対的な位置を、この回転形っていうのは、表現してるっていうふうには思えるわけです。思えるわけです。思えるわけです。ここまでいいですか？なんか気分わかりますか？
ありがとうございます。で、そうするとですね、実は、だからこの、描かれ方を忘れて、この回転形だけを、覚えておけば、ある程度、今言ったみたいな、動形を除いてですね、その描き方の、申請を除いて、この平面グラフの、本質的な、なんて言うんでしょうね、その組み合わせ的な情報って言ったらいいかもしれませんけど、その描き方、その座標とかによらない、情報っていうのが、この回転形でわかるところになります。で、例えばですね、この回転形さえあると、この平面グラフ、だから今ちょっとこの両側を忘れて、この回転形だけ見ると、回転形だけ見ると、どこに面があるかわかります。何が面なのか。例えばその、今、この平面グラフにおいては、面は、どうやって言えばいいかな。じゃ、例えば、どうしようかな。頂点5を含む、境界上に持つ面っていうのは何なのかってことが、どれかってことを、この回転形だけから判断しようとします。で、その時どうするか。今、その5を、境界上に含む面っていうのは、その5に接続している辺もその面の境界上に含むわけです。だからじゃあその1つを取ってきましょう。例えばその5と8を結ぶ辺を取ってきますね。で、それは、この5のところのリストを見ると8っていうのが、このリストの中に含まれていることから5と8は隣接しているということがわかります。だからその情報から、今赤を出したかったのになってしまった。5という頂点が、この8という頂点と隣接していると分かります。ですね。じゃあ、今、じゃあ、この5という8を結ぶ、線の、この上側というかですね、5から8に向かっていくときの、この左手側ですね。左手側にある面は何でしょうってことを、判断しようとします。そうすると、じゃあ、次、何するかっていうと、この8、8を見るんですね。8という頂点を見て、8において、この5と8を結ぶ、辺を表す曲線の、時計回りで次に現れる辺は何でしょうっていうのを探してあげるわけです。で、それは、この回転形に書いてあるリストを見るとわかるわけです。今、これは、半時計回りになってしまったので、8の、だから8から見て5の、時計回り次にあるのは、5の前にある、8から8において5の前にある、5の前にある要素が4になるわけですね。ってことがわかります。つまり8から、こっち側ですね。こっち側の辺を通ってたどり着くとか読んだとわかります。このリスト見るとわかります。いいですね。じゃあ4から見て、8から来た辺の次に行くべき辺は何でしょうと見てた。これは8から見て時計回りに次の、あの、4から見て8の次に時計回りで現れる辺。どれかってことを言ってるんで、4のリストを見て、8の左側にあるのは何かってここを見るわけです。そうすると5になるわけです。そうすると、つまり、ここから、次辿っていくべき辺の行き先が5になると分かります。ってことで、この5と8と4を結ぶ辺で、この3辺からなる、3辺を境界として持つ平面が、この平面グラフにあるということが、この回転形を見るだけで分かります。いいですか？だからちょうどここにもここの部分ですね。そういうふうに、この面がどこであるかとか、面の境界にどの辺が現れているかということがわかりますし、それを全部やっていけば面の数もわかりますし、いろんなことがわかるわけです。いろんなことは、その平面グラフのその本質的な情報っていうのです。その座標によらない情報っていうのは、これで全部わかることになります。じゃあちょっと、じゃあ、練習で、今じゃこういうのを作っているんですけども、今じゃこういう、これ、ある平面グラフの回転形を1個持ってきました。じゃあ、これから、じゃあ、その平面グラフを復元できますかということになるわけですね。で、もちろん、この回転形を持つ平面グラフ、平面描画っていうのはたくさん存在するんですけども、そのうちの1つを見つけたいというふうなわけです。で、これはですね、割と適当にやってみていきます。で、どんな感じかっていうと、今、まずこのリストの集合を見ると、1から7っていうのが初めにあるので、頂点数7で1から7っていう頂点があるのってわかります。だから1から7っていう頂点が例えば来ましょう。1、2、3、4、5、
5、6、7。これ本当に適当に置きすぎると後で困るかもしれませんけども、まあ適当に置きます。で、例えば1を見ると、じゃあ、反時計回りでやってみる、この反時計回りですね。2と3が反時計回りの順番に現れてるというふうに書いてあるんです。だから、ここが2、3、7。だからこんな感じに見えるわけですね、その1の周りでは。何でかっていうと、1の周りを見てみると、2に向かって出ていく辺が初めにあって、で、反時計回りに見ると次に、3に出ていく辺が現れてると。こんな感じになっているということですね。じゃあ、2の周りを見てみると、1に向かって出ていく辺があって、その反時計回りに次に出ていくにある辺は5に向かって出ていくと。で、その次反時計回りに見て、次に出てくる辺は4に向かって出ていく。まあ、こんな感じになっているわけですね。じゃあ、それをその全てのちょっと、頂点の周りに入ってみると、3、ここは1で、ここ4で、ここなんだ。だからこんな感じなわけですね。4の周りはここ2、これ6、これ3と、こんな感じになっています。で、5は2、7、6、半時計回りですね。で、6の周りは4、5、7。4、5、7。で、7の周りは3、6、3、6。まあ、こんな感じになってるわけです。で、この対になっているところをうまく結んであげれば、平面グラフできます。あ、できますかね。平面グラフないようにうまくつなぎます。で、これは、まあ、適当にやってるんだけども、まあ、多分できて、こんな感じでつないで、5、ここですね。で、こうつないで、と、こうつないで、5から2。ちょっとこれ困ったな。ちょっとこっちが先に出るかな。こうやって、3と1、こうで。あ、うまくいかないかな。うまくいかないかな。ちょっと困ってきたな。これ5と2を、ここでこう結ぶとうまくいかなくなっちゃいますね。こういきませんからね。2と4、こういきませんから。これ交差しちゃうんで。これまずいかな。なんかうまくいかないかな。うまくいかなくなってきました。1、5、4、これ、半時計回りです。いいですよね。そうか、こっちから回すのはこうかな。こうかな。こうかな。で、こうですね。で、あそこへ危険だけど、あ、できましたね。できましたね。うまく、なんとかうまくできました。って感じで、って感じ。あんまりちょっと、図としては、綺麗じゃないんだけど、一応、その辺同士が交差しないようにちょっと描けたということになりますね。まあ、こんな感じで、まあ、適当にやってうまくいくんですけども、だから何言ってるかというと、こういうその回転系が描ければ、こんな感じで、まあ、描けますと。復元できます。で、これ復元できると言ったけども、まあ、これはちょっと見るに堪えない描画なわけですね。もう少し綺麗に描きたいってことになるわけですけども、で、それがいわゆるその、描画アルゴリズムっていう分野が、グラフドローイングとかっていう分野があるんですけども、このいかにこの回転系が与えるときにそこからうまく描くのかってことを考えるってことが割と重要になるわけです。だからそのうまく描くとかっていうときには、いろんなことを考えなくちゃいけなくて、まずそのグラフが与えられるわけですけども、まずそのグラフが平面グラフかどうか、平面的グラフかどうかってことを、まあ、判定するわけです。で、平面的グラフであるっていう時には、実際に何が与えられるのかっていうと、その今までの授業ではその平面描画を与えればいいっていうふうに言ったんですけども、実際そのコンピューターの中で平面描画っていうのを実際に与えるっていうのはちょっと厄介なんですね。だから実際に与えるのはこの回転系です。だからその平面的グラフであるかどうかってことを判定するアルゴリズムとか判定するプログラムってのがあるんですけども、それが出力してくれるのは大抵この回転系です。回転系を出してくれます。で、この回転系からうまく描くっていうところが別のステップとしてあって、で、そこの部分をうまく考える必要があるわけですね。だから、今のところだから我々はですね、この平面的グラフの平面描画を考えるときに、そこら辺を無意識にやっていたんですけども、コンピューターの中とかアルゴリズムの中ではこの2つの段階に分かれているというふうに思ってください。で、実際に、コンピューターの中でその平面描画っていうのを、その、座標を考えずに抽象的に表す場合には、この回転形っていうのを使っているということになります。
この質問に対してはここまでになります。よろしいでしょうか。ちょっとね、これは難しい内容というか、ややこしい内容なんですけども、まあ、質問があったのでご紹介しました。はい。で、もう一つ最後にちょっと紹介したのがあって、これですね。4色定理で、飛び地があると単純な平面グラフではなくなるのに、4色で塗らないパターンがあると思いますが、地図に適当な条件がある場合、例えば飛び地の中に水飛び地があるかとか、ある飛び地が別の飛び地と触れるかなど、うまく彩色できるなど、派生問題はあったりしますか？現実だといろいろな配置があったりするので気になりました。はい、ですね。まあ、この飛び地の中に飛び地があるとかいう場合ではちょっとないんですけども、飛び地がある場合にどう考えるのかって話はあるので、一応それを今からやっていきます。で、まあ、こんな感じです。まず、飛び地って何なのかっていうのは、ちょっと今、あんまり説明しないんですけども、今、まあ、これ地図だと思ってもらって、地図だと思ってもらって、この U って書いてあるところは、実は同じ県、同じ都道府県だと思ってください。で、まあ、同じ都道府県なので、この U っていうこの2つの、領域は同じ色で塗りたい。だから、この下の U が赤だったら、上の U も赤で塗りたい。ということと違うわけですね。で、そうすると、まあ、この地図ちょっと何色で塗るかちょっと確かめてなかったんですけど、ちょっとここでやろうとすると、じゃあ、これ4色で塗れるかな。塗れるかもしれないな。ちょっと、例としてあんまり良くなかったかもしれませんけども、なんかこういう感じで、その飛び地っていうのがあったときには、その同じ県、都道府県、同じ国、同じところを表す領域は同じ色で塗ると。ということに、まあ、したいわけですね。で、そうすると、まあ、いろいろと、今、だから、そうすると、このグラフを作ると、まあ、平面的グラフではなくなってしまうわけですね。はい。まあ、だから何をどうやってグラフを作るのかということによるかもしれませんけど、まあ、平面的グラフではなくなるわけです。平面的グラフであるとは限らなくなるわけです。はい。で、そうすると、4色定理とか使えなくなる。ことになって、まあ、困るなってことになるんですけども、で、じゃこういうときにちょっと、どういうふうにすればいいかっていうと、まあ、もちろん、だからまあグラフ、まあ、もちろんグラフが作れるわけです。例えば今、この U っていう都道府県に隣接する、都道府県が1、2、3、4、5、6、7、8、こうあるので、このグラフ作るときには U を表す焦点に対して、この1、2、3、4、5、6、7、8っていう、領域を表す焦点がこういうふうに隣接すると。いう形に、まあ、グラフを作ってあげるという形になるわけです。で、まあ、こういうグラフを作って、そのグラフを彩色する。グラフに色をつけてあげるってことをすれば、もちろん、この地図の色を塗るってことができるわけですね。で、そうするとですね、まあ、このグラフの、にどれぐらい色が必要になるのかってことは、もうこのグラフの話になってしまった瞬間に、その平面性とか何とかも、それとか、特別な、構造ですね。特殊な性質っていうのが何なのかとか分かんなくなってしまうので、ちょっと困るわけですね。で、その、もともとこの地図から来てるんだっていうのは、ちょっとこの特殊な性質をちょっと活かしたいというふうに思うと、どういうふうになことができるのかってことをちょっと今から考えていきます。で、そのためにですね、まあ、どういうことを考えるかっていうと、もともとですね、もともとというか、この U って書いてあるこの2つの領域は同じ国なわけです。同じ国というか、同じ都道府県というか、同じ属性を持ったわけですね。だから、で、それが離れてるから、よくないんで、これくっつけてあげましょうと考えます。で、くっつけるとは言っても、そのくっつけたら、この、もともとこの1や2や3や5や8、6、7、8と、境界を接していたっていう条件を、まあ、壊さないようにしないといけないんで、ちょっと、何をどうすればいいのかってことはちょっと難しいんですけども、で、まあ、多分いろんな方法があると思うんですけど、例えばこうしましょう。で、今これ誰をするかっていうとですね、これはやっちゃいましたね。だから、橋をつけてですね、ここに。こんなものが建造できたら、ちょっと、まあ、困ってしまうかもしれませんけども、まあ、こういうものが建造してですね、建造して、もともとこう離れていたこの二つの領域をですね、一つの領域にしてしまいましょう。まあ、こういう一つの領域にですね、ここが、この橋をかけて一つの領域にしてしまいましょうというふうにするわけですね。で、そうするとですね、もともと、だから、この地図っていうのは平面上に描かれていたわけですけども、
これはその平面上に描かれているっていう条件を壊して、この二つの領域に分かれている U っていう都道府県を一つにしているというふうに思ってください。この操作はいいですか？何やってるか。ありがとうございます。いいですか？で、そうすると、この U っていう領域は一応、U っていう領域は一応一つになったので、この授業の中でやったように、その領域分割に対する小中グラフっていうのを考えることができるようになります。じゃあその領域一個一個に対して頂点を導入して、隣接している、領域同士に辺を渡すということですね。で、それ書いてみるとこんな感じになる。あ、で、だからまず領域一個一個に対して頂点を導入するんですけども、この U っていうところは、これ一個今領域なので、U に対して一つしか頂点がありませんよ、という形になってます。で、まあ、で、隣接する領域同士に辺を渡すんですけども、辺を渡すとこんな感じになると。で、これが言えますかとなりますね。で、何が重要かっていうと、この U っていう領域を表す、頂点はここに1個しかないので、例えば、さっき、どれが違うんだったか忘れましたけども、ここですね。あ、ちょっと青が良くなったですね。ちょっと、この領域に対応する頂点。ありますけども、その頂点と、この U という領域を表す頂点の間に辺を結びたいんだけども、それをちゃんとこの橋を通るような形で書いてます。で、重要なポイントは何かっていうと、ここに描かれている辺を表す曲線はどれも交差していません。いいですか？もともと、この橋がなかった場合、序列がなかった場合には、こういう領域分割があって、その頂点を導入して辺を結ぶとうまく平面的グラフができますよってことを言っていたんですけども、この場合は、この橋を渡したんですけども、橋を渡したんですけども、その橋を渡したときに、同じように、このグラフを作ると、その時にもこの辺の交差がない形にできます。ただそれは平面的グラフであるとは限りません。ですか。だから、その平面的グラフではない、ちょっと別のグラフになるかもしれないんですけども。で、何を思ってほしいかっていうと、これはですね、この平面に、この橋をかけてるんですね。だから、これはですね、なんだっけ。あ、そうそうそう。橋をかけてるんで、どういうイメージを持ってほしいかっていうと、ちょっと今、三次元的な図を描こうと思ってるんですけども、まあ、こうなんか平面がこうあるんですよ。これ平面、ちょっと今、掴んでみてください。で、ここのどこかに、なんか、こんな感じで、橋をかけて、うまく描けないな。こういうなんか、ちょっと丸みを帯びた図ってちょっと描きにくいんですよね。橋をかけて、まあ、こんな感じで。ダメだな。ちょっと絵心がない。こんな感じで橋が出てる。で、こういう図なんですよね。こういう形なんですよね。で、これは、この平面がですね、ずっとこうなんか無限にこう、これ広がってたんですけど、この平面の部分っていうのは。これ前回やった、この浮き輪型、ドーナツ型ですね。これの上に描いてるのとほぼ同じです。ほぼ同じっていうのは何かっていうと、実は全く同じなんですけども、このようなその平面の上に一つこの橋をつけたような図形の上に偏交差なく描けてるようなグラフっていうのは、このドーナツ型に対して、変更差なく描けるようなグラフと同じになります。これはですね、だからこのぐーっとこう広がっているこの平面をですね、ぎゅっとこのか、包んであげると、この形が実際できるんですけども、まあ、そういうことをちょっとイメージすると、確かに同じなのかなっていう雰囲気はつかめるかなと思います。そういう雰囲気、話して申し訳ないですけど、雰囲気はつかめると思います。はい。で、今ですね、だからこれはですね、穴が1個開いているような、まあ、局面というか、まあ、そういう状況になってるんですね。で、今これ、飛び地が1箇所あったから、このように1つ、この橋をかけてるんですけども、まあ、飛び地ってあんまないと思うので、まあ、こういうふうにかけられる橋の数って全体的にあんまり多くないっていうふうに思ってるわけです。だからもしかしたら、なんか飛び地がたくさんあって、まあ、3つぐらいあったとしても、全体としては、この平面の上に、なんか3つぐらい、こう、橋がかかってるというのは、こういうような形になってるのかなと思うわけですね。で、そうすると、これはどういうもの、この局面のような形で書こうと、三次元的な形で書こうと、どんな形になっているかというと、実はこれは、
こういう、三つ穴があるような、浮き輪というか、ドーナツというか、と、同じ形になってるってことが言えるんですね。言える。ですね。で、このですね、穴の数っていうのを、次のスライドでこれ G っていうふうに書くんですけども、この右の場合はこれ1です。で、左側これ3になります。だからこれはその付け加えた、この端の数だと思ってください。付け加えた端の数を今から G と書くというふうに思ってください。で、そうするとですね、この付け加えた端の数によって、どのぐらいの色の数がいるのかってことがわかるって話があります。で、これは昔はですね、ヒールドの予想っていうふうに言われてたんだけども、今はこれ証明されてるんで、リンデルとヤングスの定理です。で、何かというと、この G っていうのが1よりも大きい場合、0の時はちょっと、この場合から省かれるんですけども、これがハンドルの数、ハンドルってその先の端の数ですね。端の数を G とします。そうすると、その端の数だけ使って変更差なく、このグラフ G っていうのが描けるときには、その染色数はここに書いてある数値以下になります。ということが言えます。言えます。あ、で、重要なのは、これを、イコールとするグラフも存在する。どっちかというと、このイコールとするグラフも存在するっていうのが実は重要なんですけども、なんですけども、で、こういうことが知られてます。で、先ほどの場合ですね、先ほどの場合っていうのが、この図の場合、この図の場合は G が1。の場合なので、じゃあ G1 っていうのを代入してみるとどうなるかっていうと、G を1とすると、何が得られるかっていうと、解 G っていうのは、分の7プラス1プラス48ですね。ってことは、このルートの中が49なので、これは49は、7の2乗ですから、これは、2分の7プラス7になって、これは7ですね。だから、このハンドル、足を1つつけたら、必ず7速で塗れます。ってことが分かります。端1個つけても7速になります。じゃあ、端3つつけたらどうかっていうと、この時は、計算すると、ちょっとこれは準備してなかったから、計算が滞るかもしれませんけど、そもそも48かける3が分かんないですね。48かける3って何だろう ?1 プラス、48かける3っていうのは、24、4、30、144、145。ルート145ちょっと分かんないんですけども、145。これ12がですね。12点何とかだから、だから、これは2分の7足す12を、これ多分、下に下げればいいから、本当かな?多分そうですね。10、19だから、これは、だから9ですかね。多分9です。多分9です。多分、これ聞きませんけど、ちょっと計算が怪しいんで、多分9です。って感じで、それ以下の数で必ず塗れるということが分かったりするということになるわけです。いいでしょうか。すいません。ちょっと最後計算が。いいでしょうかね。でですね、そうだ、ちょっと言いますね。これ、90年の予想を68年に証明したのが何なんだっけ、なんか時間がこれ遡ってないかって思われるかもしれませんけども、この90年ってこれ1890年です。そうですね、1890年です。で、こっち側は1960です。そんな感じになってまして、ですね、今これ G は0よりも真に大きくなくちゃいけなくて、これはちょっと理由があって、というと、これ G が0の時に、この式そのまま計算すると、これ何が得られるかっていうと、2分の、7プラス1。で、これは8を2だと、これ4になるんですね。で、G が0っていうのは、端つけてないわけです。だから状況としては、これ平面の上に描かれているグラフになるんですね。だからこれは何て言うかっていうと、これ4色定理そのものなんですよ。だから、実際は、今となっては、これ、この書かれていることっていうのは、G が0でもう成り立つということが分かってます。分かってます。
でも、当時はそうではなかったので、この G が0よりも信用形っていうのがついていると思ってください。だから今ではこの、G が0よりも信用形っていう条件は不要です。この式は、G が何であっても成り立つ。0以上だったら成り立つ。ということが、分かっているということですね。でも当時はそうじゃなかったので、 G が0よりも真に大きい場合で考えていたということになります。これは補足になります。はい、よろしいでしょうか。では、これで、今日の補足の時間、リアルタイム授業の部分は終わりになりますので、録画もここで終了になります。ありがとうございます。